ちは、カムです。いつもご視聴ありがとうございます。いつまで経っても、慣れない挨拶ですいません。はい、今回も、今日もですね、本日の服撮ってみました。これはプチプラのあやちゃんのニットです。このお袖がポイントですよね。ポワーン袖で、中はタンクトップなんですけど、こうちょっと見える着てみました。でここの鍵なんちゃらのところから、こちらのアクセサリーをちょっとちらっと見せながら、今日はコーディネートしてみました。はい、上から、帽子は、ユニクロのベレー帽で、ピアスは GU のピアス、これが島村、中は、楽天のタンクトップ、私の楽天ルームに入ってるけど、売れてるのかな、わかんないけど、そっから買いました。で下はボージュロイパンツ、こちらもこちらも楽天ルームに出ます。私は L サイズを着てます。ちなみにこれは LL サイズです。中のタンクトップは L サイズです。基本 L サイズですけど、服によっては LL、 たまに M、 メンズだったら、シェフパンツだったら S。 実は島村のモカシンです。はい、で燃え袖の場合、こういうポワン袖の場合、アウターって難しいですよね。私の場合はたまたまなんですけど、本当もう10年以上ぐらい前なのかもしれないけど、買ったこういうお袖の、今見せますね、こういったフードがついてるものなんですけど、これね、こういうような袖だったんですね。その頃寝てみます。ただね、たまたまですよ、本当に。あ、こういう燃え袖の場合大丈夫なんですよ、こんな感じでございます。フードがついてるんですけど、こちらはね、どこだったかな、札幌で買ったんですけど、スムースっていうブランドなのかな、なんか服屋さんだったんですけど、今もあるのかな、旭川だったらな、フィリルに入ってるのかな、未だに。全然最近フィルじゃない。フィールの中、全然入ってないからわかんないけど、前は入ってたんですよね。フィールの中にスムースが。こうちょっと袖出ちゃったりもするんですよ。これちょっとね、そういう作りなのかな。ムササビみたいな、ちょっとこう、こんな感じなんですよね。こういった類のお袖のね、アウターがあると便利ですよね。こういう燃え袖の場合は。たまたま私は持ってたので、こういう服の場合はこのアウターを着るようにしています。じゃということで、これシャンプーブースです、はい、場所がなくてこんな感じで今日は、服を着てみました。しっかりね、外雪降っちゃって寒いです。冬やっぱりね、雪になっちゃったなって思ってます。はい、ということで、ちょっと伸びすぎなんで、そろそろ髪切り時かな。細い三つ編みThank you.
そう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 、これ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 、何だと思います？はい、私この度53歳になりました。頑張った頑張った、ありがとう。はい、ということでこちら、いただきました。あ、もじゃわさんからいただきました。一応あの、お伝えしようかなと思いまして。もじゃわさんありがとうございます。で、動画で言わなくてもいいんだけど一応言っておきます。ありがとうございます。はい、キラキラしてるでしょう。もう光り物大好きだから、え、買ってもらったというか買わした。そうそうそう、なんだかんだ言ってね、あのなんだかんだ言うんだけど結局は何か綺麗なものを買ってくれるんです。はい、ということで、ちょっとだけね、ちょっとだけ言わせさせていただきました、すみません。ちなみに、ダイヤモンドです。買い物好きなんです。これは GU です。はい、あ、ちなみにこれもあのそうなんですよね、これは、提供 の, あのど、提供動画、はい、案件でございます。これは違います。こちらとこちらは違います。こちらも違います。はい、ということでーす。わー、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。